安倍元総理大臣は、台湾有事は日米同盟の有事で、断じて見誤るべきでないと中国を強くけん制しました。台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります。この点の認識を北京の人々は、とりわけ習近平主席は断じて見誤るべきではありません。安倍元総理は台湾のシンクタンクが主催するフォーラムでオンライン形式で講演し、日本と台湾、民主主義の人々は習近平主席などに繰り返し誤った道に踏み込むなと訴え続ける必要があると強調しました。